さあ、おはようございます。タカラトクトです。さあ、本日はね、セブンデイズトゥーダイをやっていきたいと思うんですけれども、もう13日目、明日にはですね、フェラルフォードを迎えるわけなんですけれども、今現在ですね、気になっている場所があります。それは、こちらでございます。近いですね。近い、とっても大型の施設がありまして、そこの施設を一度襲撃、違います。探索をしまして、で、その後にですね、この施設でフェラルフォードを迎えたいなと思っておりますので、本当はもっとね、回りたいんですけれども、大きいところで、レシピなんか得られたりできたらいいなと。そして、今、かまどもありますし、作業台もありますので、そのあたりでね、弾薬を作ったりとか、仕掛けを作ったりできたらいいなと思っておりますので、今日一日の動きが非常に重要になってきます。ということで、早速もう準備を整えたので、行っていきたいと思います。見てください。ちゃんとね、体力も、スタミナも、バッチリでございます。では、行きましょう。叩いちゃった。次、バイオハザードでね、ずっとやってるんで、変なんですよ、感覚が。参りましょう。何が出るかな？何が出るかな？相変わらず体力ないですね。バイオハザードの主人公は体力無限ですからね。見習いたいですね。これかな？すでにこれですね。ですね。さあ、これが何屋さん？この十字架を見る限り、病院ですな。このライトがあるということは、中に非常に有利なものがあるという印ですので、行きますか。おはようございます。早速ナースの、早速ナースのね、お出迎えを受けました。失礼します。OK、こっちも頭打つか。無理か。ちょっと無理ですんで、よいしょ。やっぱ敵は多いようですな。病院なんでね、一番初めに患者が来るって言ったら、まず病院ですよね。外してからの、ちょっと待ってね。一瞬脳震盪を起こしました。さあ、敵は多そうですね。1日かかりでいけるかどうか、やるしかありません。全部回らなくとも必要な資材をね、手に入れられればいいのかなと思ってます。誰かドア叩いてますけど、一旦置いといて。植物、動物性油脂。いいですね。いいですね。フェラルフォード近いんでね。これは、一回置いときましょう。クエストですね、クエスト。置いときましてと。鎮痛剤、やっぱり病院なんだね。開きませんな。おはようございます。さあ、お友達いっぱいですよ。できればヘッドショット、ケース。なるべくこの下に行きましょうか。今、お金を持ってないので、
なるべくちょっと早い方に行きましょうか。おはようございます。おっと、これ終わるかな。これ罠でしたね。いや、かなりきついっすね。だって弾薬そんなにあるね。いやー、結構外からも入ってきてますな。まだいますな、まだいますな、まだ。ベビーちゃん出てくれ。痛くしないんで。さあ、この光の先にあるんですが、おっ、後ろ、後ろから来た。あ、よ、もう一度。やばいぞ、これやばい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 。手ごわいな、さすがなんか病院って感じですよね。もうゾンビ映画イコール病院っていう感じですけど、こいつはもう殴っておきましょう。おーっと、これもちょっとまだ。やっていきましょう。手ごわいですな。ちょっとが持ちながら行きましょうか。手ごわい。なかなか手ごわい。多分今日全部回ることは難しいと思うんですが、行きましょうか。あ、こっちはですね、多分動物性種子に回せると思うんで。食料とかそういうものよりは、どちらかというと、どちらかというと病院系のものがいっぱいっぽいですけど、このライトの意味なんだろう。あ、いけるのかな。いけますね。さあ、弾薬を。よし、シャーピストル13発しかない。なんで、なんて 6mm 弾をこんなに持ってたんだろう。ショットガンに頼るしかないでしょうか。2発ですけど、これは下に落ちたくないな。とか、下に行かなきゃいけない感じですね。行きましょう。びっくりした。ごめんね。あいよ、びっくりしたわ。あ、やばい、解体しちゃった。これダメでしょうか。思わず包帯を使おうとして解体しちゃいました。とりあえず飯食っとこう、飯食っとこう。厳しいなぁ、明日フェラルフォートなのに。厳しいなぁ、何もないしな。
さあ、お友達と上から来る感じですね。コーヒーも飲みたくなりますわな。結構ね、びっくり要素いっぱいで。あらー、これゾンビゲームじゃないですか、もうゾンビゲーム。これ完全ゾンビゲームじゃないですか。やばいっすね。こういう時に、ソーダを調べる。あ、来てる来てる来てる。やばい。これはやばい。逃げながら、と。手強い。超手強いですね。僕どこにいるかもう分かんなくなってきましたけど、手強いな。これはまだ早かったか。それ病院って言えばね、患者が第一ですからね。患者いますよね、いっぱいね。まだいますな。とりあえず飯食っときますね。この中で感染してないのが非常に運がいいですな。さあ、まだ残党がいると思うので、この中に何かあるということですよね。OK、 ビールもらっておきましょう。あ、おはようございます。飛んだ。やばい。2回避けられた。やばいですね。弾薬を消費しに来てますな、私。これはレシピいただきましょう。ブルーベリーパイ。いただきます。なんで売ってんの？OK 。なんと弾薬もありましたけど、あまりこれから期待できないかな。さあ、とにかく出ますか。病院のバーにいてもあまりいいことなさそうなんでね。施錠済み。困りました。なんか医薬品とかいっぱいありますけど、これエレベーターだよね。あまり OK。 なんだこれ。穀物アルコール。解体しておいて、いただきましょう。とりあえず一回外に出て別のとこ探索しましょう。あ、これは紅茶の作り方。こいつは解体してと。やっぱりね、一応医薬品というか、これ作っておきましょう。ビールレシピ。いいっすね。
水の心配はないんで、さあ、こっから、外に出るには、マップを見てみましょう。わかりません。ここですな。結構病院シビアですね。はい、どうも、おはようございます。やべえな。一番やべえとこに来たかも。弾薬がなくなっていく。何もないしな。とにかく出ましょう。出られそうだけど、何もない。オッケーっす。とにかく自動販売機もある。オッケー。オッケーよ。あよ。何かありそうで、おっとっと、これはやばい。ちょっと待てよ、と。かなりやばいっすね。きついな。患者数が多い。かなりシビアです。中庭には来たくなかったんですけどね、別に。何があるんでしょうか。これ行けって言われてるもんですよね、もうね。と。困りましたな。でもここはこうなってるわけですよね。OK。いや、結構厳しい。で、起きるよね。はい、おはよう。はい、おはよう。誰？あ、君ね。OK、OK、OK。OK。外に出たい。外に出たいんだけど。しかもなんかいるね。鳥がね、鳥。結構シビアですよ。敵が多すぎる。あいよ、マジか。やばいな。非常にまずいところに来ました。さあ、こっから脱出できるのか。弾ないしな。マップ見てもこうだしな。ほら、あそこから出てこようとしてるし、いけない。あ、オッケー。ここから。了解。3000。ということは、そこのドアを壊せばいけると。
回帰ります。名付けないですが帰ります。玉がいくらでも足りないです。せっかくねかまど作ったんで、そこでね玉を作ります。経験値とか言ってらんですね。ケース。稽古を調べていきましょう。いただきます。ですな。OK、一回帰ります。あかん。非常にデンジャラスな病院でした。そんなともなかったんですけどね。やっぱ病院ってやばいっすね。さあまた朝のね、まだ午前中なんですけれども、あまり猶予がありませんので、行けるところ行ってこうかな。お、これは OK です。レシピいただきました。まずいですね。ちょっと弾を作らないとやばい感じですね。さあ、ローンにして、鉛も作っていきましょう。鉄かな？鉄がいいかな？これはあるか。鉄を溶かしていく。マックスでいいのかな？違うな。これちょっと違いますな。OK っす。なかなかね、炉の使い方が分かんなくて、で、最終的に、炉と作業台の場所っていうのを近くにしないとちょっと厳しいですね。この移動時間だけど非常にもったいない。で、このお宅の、半地下施設に作業台が、ね、生きていた作業台があったわけなんですけど、さてと、OK。さあ、ここで弾薬が作れるかどうか。レシピを火薬、薬莢が必要。薬莢、弾頭。弾頭ありますね。OK です。弾頭、火薬、薬莢。オッケー、弾頭火薬薬莢、しかがまないなぁ。まあ、せめてね、ピストルの弾だけは作りたいですね。そう考えると、炉と、かまどと、作業台の位置っていうのは、近くにした方がいいですな。これ学びながらですね。でも、たまん、ないですもん。弾頭薬莢火薬。でしたかね。かまどと作業台を近くにしてもいいかもしれませんね。さあ、ということでですね、非常に病院がデンジャラスな地域でした。この後はですね、動画の中で、弾薬をね、作っていって、フェラルフォードに備えていきたいと思います。この荷物のね、引っ越しもね、していかないといけないので、かなり忙しい一日になると思います。どうぞよろしくお願いいたします。では、最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。バイバイ。